東京ニューピアホールからお届けしています TIFF 東京インパクト2023セブンスラウンド、これから本戦の第1試合が行われます。本戦の第1試合はディープフェザー級の戦いです。1ラウンド3分2ラウンドで行われますアマチュア SP ルールです。今日がアマチュア2戦目という佐田に対して一方こちら青いリストカラーのタウです。こちらがミスターサタン、何かあったでしょうか。ミスターサタンの足元が今チェックされてますが、今大会の解説は、RIZIN でもそしてこのディープでもおなじみ西谷大成選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。何か足元チェックされてましたね。そうなんですよ、なんか覇気が出てたんじゃないですかね、気が出ていたかもしれませんね。さあ1ラウンド3分間の戦いです。トータル2ラウンドで争われます。ローキックに対して右のストレートを伸ばしていきましたタウです。一方ミスターサタンは前回12秒で敗れていますが、リフクっていきます。左のパンチから右コンビネーションボクシング展開、巻いてるタウ。さあタウが今プレッシャーをかけるローキック、左キック、早期決着そうですね。そうですね、アッパーを出していきます。さあ近づいていくタウです。プレッシャーを与えていきます。前回ミスターサタンは朝倉海の弟子である延原空と対戦したんですが12秒で仕留められてしまいました。そうですね、やっぱでも倒される覚悟を持って倒しに行けですから、どんどん前に出ましたもんね。そうですね、打たれても前に出続けるというミスターサタンにして左ハイキック。さあ今度は近づいていったサタンではありますが、一方のタウは冷静にさばいていこうという構え。さあ組みついてきましたミスターサタンです。突き放していきましたタウです。右利きに対して左キック浴びせました。そして左のパンチフック浴びせるタウ。そして頭を下げながらミスターサタンも突っ込んでいきます。左キュー、すごいね、さあここまでの展開西谷選手どうですか。そうですね、やっぱ身長差があるんで、タウ選手はこれでいいと思うんですけど、サタン選手はやっぱり距離潰してどうにか組みつくなりパンチ当てるなりしないと。右だ、動きが止まったミスターサタン、消えたか、右アッパー、行くしかないですね。これ打ち込んでいきましたタウ、膝切り右キック、少し距離を取ったミスターサタンでありますが、頭を下げながら右のパンチ。一方のタウは前蹴りを放っていった、左のハイキック、そしてワンツースリーコンビネーション左キック、ちょっと相手に頑張れサタン背中を見せてしまうミスターサタンでありますが、左ハイタウの攻撃容赦なくコンビネーションブローを叩き込んでいきます。ファイティングポーズを取りますミスターサタン、もっと来いというタウです。タウは現在19歳より飛び込んできました。ここに止めた、うまいっすね。宣言通りの1ラウンドノックアウト、勝利を収めましたタウ。アマチュアとは思えないようなキレの良さですね。そうですね、バックもやっぱ空手とかなってますけど、すごいやっぱ幼少期から空手を始めて全国大会3位の入賞率を持っている。うわ、それ強いですね、やっぱり、すごいうまかったです。その後も数々の地方大会などで優勝してきたという実績を持ちますタウです。戦うのが好きで自分の腕に自信がありまして、さらなる刺激を求めて格闘技の世界に飛び込んできたそうですね。これから MMA とかもっとやっていくんでしょう、プロなんて。そうですね、16歳の時は本格的にトレーニングを始めて、今19歳なんですけれども、かなり準備はしてきましたね。これからすごい期待の若手の選手ですね。この左フックすごいですね、飛び込んでいきました。そしてアッパーも出していきますが、ここはもうレフェリーもたまらず割って入りました。ミスターサタンも前回延原空選手にですね、12秒で負けてしまったということで、試合の記憶がないんだと、だから今回はデビュー戦だと思ってるというふうに臨んだんですけれどもね、ミスターサタンは。そうです、サタン的には記憶なくなった方が良かったのかな、どうなんですかね、ちょっと分かんないですけど、でもなんか前回の延原君とやった時のなんていうか、前々突っ込む感じというか、ああいうのもしっかり相手見たりして、前よりは全然強くなってたと思いますので、成長してるなと。そうですね、これからもし出るんだったら期待したいですね、見たいです、また。まずは第1試合のアマチュア SP ルールの試合をお届けいたしました。タウが1ラウンドでミスターサタンを仕留めています。このタウにもこれからご注目ください。そうですね。